本番いきます。よーい。カメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、よー、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。浮き輪や、プール、エアベッド、空気を入れる、あの時間。どうにか短縮できないかな。そして、使わないとき、意外と、あれ、場所を取って邪魔。なんだよね。こんな悩みを抱えていた方、朗報。超小型でありながら、驚きのスピードで空気入れができる。しかも、ランタンになる、夏の行事に最適。さらに、キャンパーにもおすすめしたい、充電式、小型、電動エアポンプを紹介します。こちらでございます。表、横、上、開けていきます。12ヶ月安心保証、取説、すべて日本語、各パーツ、収納ポーチ、タイプ C 充電ケーブル、こちら本体、色違いもございます。小型ながら超強力、充電式 1400mAh、 内蔵バッテリー搭載、 USB 充電のため、万が一充電が切れてもモバイルバッテリーがあればどこでも充電が可能です。満充電の場合は10個以上の屋外マットレスを膨らますことが可能。手のひらに収まるサイズ感、わずか 110g の軽さ。こちらコンパクトサイズですが、 3600PA の空気圧力と分速200に対応。超軽量のため、ビーチ、キャンプ、アウトドアに大活躍できます。サイズ感により多少異なりますが、浮き輪は数十秒、ダブルエアベッドは約10分で膨らますことが可能です。誤作動防止ボタンがあり、ポケットやカバンに入れても心配はございません。こちらテープを剥がします。ワンボタン操作で超簡単、ダブルクリックでエアポンプが起動。空気の入れ方は、1、ノズルをポンプ側のエアポートにしっかり差し込む。2、ノズル先を膨らましたいものにつなげます。3、ボタンを押す。こちら本体、ダブルクリックでエアポンプが起動。空気の抜き方、1、空気抜きノズルを圧縮袋につなげます。空気抜きノズルをポンプ上部のエアポートにしっかり挿す。3、ボタンを2回押す。幅広く対応する5つのノズル、最初から付属してます5つのノズルにより、浮き輪、エアベッド、ビーチボール、キャンプマット等を膨らますことはもちろん、真空袋の圧縮、焚き火、火起こしの送風、隙間の掃除、フロアとして幅広い用途にも使えます。小口径は 6mm、 中口径は 16.2mm、 大口径は 20.2mm、 ゴム製エアノズルは 26.3mm、 空気抜きノズルは 31mm となっております。目で見て確認できる一目瞭然のインジケーター、表示ランプより充電状態をその場で確認することができます。充電中は赤色で点灯、フル充電は緑色。本体バッテリー残量が残り3から5分になってくると LED ランプが赤色に点滅します。3段階の調整ライト搭載、キャンプや夜釣り、災害時様々な場面で夜間照明として役立つ、キャンプランタン機能も搭載。吊り下げリングもついて、天井照明として使うこともできます。操作は簡単です。長押しで点灯、こちらボタンを押すことによって点灯モードが3段階切り替えができます。2秒長押しで弱点灯、2回押すと強点灯、
3回押すと SOS フラッシュテント、4回押すと消灯していきます。いかがだったでしょうか。さっと取り出し、空気入れ、空気抜きができて、ランタンにもなる風圧で焚き火や火起こしの送風、お掃除ブロワー、こちら災害時にも備えられるので一家に1台は備えておきたいアイテム、コードレスエアポンプ。もし興味がございましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。へえ、こんなのあるんだ。いろんな使い方ができて邪魔になりにくいからいいね。本番いきます。よーい、浮き輪、抱えて空気圧力、超軽量のね、隙間の一目瞭然のインジケーター、夜間